はい、どうも皆さん、こんにちは。関谷記念と、レパードステックスかな レパードステックスいいんだよな。失礼しました。エルムステックスか。エルムステックスの2レースが終わって、まあ、両方ともで3連単見事にバターンって吹っ飛ばしましたね。まあ、3連服にしとけば、まあ、俺取れたみたいなんで、まあ、ちょっとね、今回3連単で、2本とも予想動画出したんですけどね。まあ、外れてしまって、まあ、申し訳ございません。というわけでね、他の、今、男性の、仮面 YouTuber、プラス芸能事務所に入ってる競馬の YouTuber。で、プラス、おばさん YouTuber と、まあ、若干化粧濃いけど案外年食ってんじゃないのというおばさん YouTuber。まあ、この3人のね、関谷記念の予想ぐらいは見てましたら、関谷記念来たのが、マルターザポジーと、3番マルターザポジー、15番、ウィンガニオン、で、10番ダノンリバティってことでね。まあ、俺ちゃんとね、15から確か3連単13ぐらいはね、勝ってたと思うんですけど、他の方はね、まあ、事務所のね、女性 YouTuber さんは、まあ、ちゃんと3と10、15の6、含む6等のね、3連単予想しまして、まあ、見事的中みたいで、まあ、おばさん YouTuber はね、3を予想してないという結果で外れ。で、もう一人のおばはん YouTuber は3を予想してないということでね、外れとなっておるんでね。まあ、あれ、仮面 YouTuber は？あ、そうか、仮面 YouTuber ね、ちょっと予想動画見たんですけど、全然ね、何予想されてるか分かんなかったんで、まあ、スルーしちゃいました。ってことでね、まあ、当分は、JRN のね、予想動画出さず、地方オンリーで、のんきにやっていきたいなとも思います。まあ、正直、3連単買ったかっつったら買ったんで当たってるんですけど、まあ、今回3連単がね、結構買っちゃってんで、完全にガッチガチの赤字なんでね。ショック。ということでね、まあ、まあ、リクエストが来ればね、まあ、JRN の方も、まあ予想動画は出すかなっていう、ところでございます。で、今回色差しするのはこちらになります。製品番号4159、小田急8009、未更新車4両編成セット。リクエストくれた方にね、メッセージにて、グリーンマックスとマイクロ、両方あるんですけど、どっちがいいですかって言ったら、じゃあ1本ずつお願いしますということになったんで、未更新車ですがね、ちょっとね、やっていきたいと思います。で、試しに1本やりましたら、まあ、今回はね、運転席部分は正直やらなかったんですが、側面のドア、乗客用のね、ドアを一応こんな感じしまして、で、クーラーも、こんな感じに色差ししたんで、あとね、前面の貫通扉部分も、まあ、ちょっとね、軽く塗装してみたんで、まあ、ちょっとあとはね、実写見ながら、よくやっていきたいかなと思います。この後の動画でね、マイクロ S 編も、4両と6両出していくんでね、ぜひご視聴ください。で、ちょっとね、今、予備でやってました200号系の総武線の可動性が、11日の金曜日にちょっと色差ししましたら、ちょっとずっとね、扇風機に当ててたんですけど、2日間でも乾いてないんで、もしかしたら昨日、今日とちょっと出した、最強線がね、もしかしたら、週明けの月曜日以降、明日以降にね、多分ちょっと2、3日ずれ込む可能性もあるんでね、ちょっとご了承ください。まあ、ちょっと、いかんせん最近天気が悪いんでね。まあ、ちょっと、まあ、2、3日下手すればずれ込むかもしれないということでね、ご了承ください。で、ちょっと今回はね、小田急8000系、まあ、貫通扉なんですけど、まあ、こういうふうにね、ちょっと Google で、画像検索してみましたら、まあ、それほど前面の貫通扉部分がね、まあ、塗装されてる思わけないですけど、まあ、ちょっと今回はね、してみたいなということで、無理にしちゃったんで、まあ一応ね、運転席扉に関しましては、まあそれほど色差しもできるような代物じゃないんで、まあ一応こんな感じなんですけど。まあ、これはね、ちょっとやっちゃうと、まあ、グリーンマックス製なんて造形がね、あれなんで、変なところにね、多分染み込んじゃうんで、この取っ手みたいなところ。これに多分取っ手だと思うんですけど、この空いてる両サイドの部分。ここにね、間違って黒染み込むとなんかいろいろめんどくさいことやったんでね。今回はちょっと運転席部分はね、省略しちゃっております。でね、ちょっと、3両、色差しやっていきたいと思うんでね、ちょっとご視聴ください。一応試しにね、先頭車一両だけ終わらしちゃったんで。オープンやっちゃったー。ガラス外したよ。今の見なかったことにしといてください。申し訳ございませんね。
意外とね、手汗かきやすい体質なんで、ね、結構緊張するとね、よくこういうこと何回かあるんですよ。まあ、今までそれでね、破損させたことは運良くないんですけど。でね、一番上の方が、上の先頭車からね、中間車、中間車と順にやっていきたいと思います。でね、まあ、ちょっと昔のね、グリーンマックス製なんで、ちょっとね、台車一度外すとね、こういう風に、ね、浮いてしまうこともあるんで、正直これどうしようかなと思って対処考えてるんですけどね。まあ、最悪は両面扉でじゃあここ固定するしかねえかなと思ってるんですけど。まあ、両面テープもね、買ってこないとないんでね。使い切っちゃって。まあ、そんなことを置いといて、色差ししていきたいと思います。でね、やる際の注意事項としまして、ちゃんとね、換気がいいところと、改造の際はね、自己責任にてお願いいたします。それではやっていきたいと思います。ではね、まずは、前面のね、この、取っ手のところはもう、撮影の前にね、外してしまってるんで、ここはね、外れてる状態になっておりますんで、ご了承ください。じゃ前面の方からね、色差ししていきたいと思います。ちょっとね、こういう風に、まあ、黒くなってるんですけど、まあ、これであとは手すりをつけてね、どんな感じになるかなっていう、状態にしたいと思います。一応ね、ちょっと、色差しの人、まあこんな感じになっております。ではね、客室扉と、クーラーやっていきたいと思います。客室扉はね、今回これはね、そんなに色の出じみがないんでね、楽かなと思います。一応ね、こういうふうに、上下ともにね、そんなに色の、無駄な出がないんで、まあ正直、この辺はね、グリーンマックスの造形に感謝したいかなと思っております。まあ一応ね、こんな感じで、ドア4箇所になります。まあ、ないやつだとね、こんなふうに、まあ、結構ね、ドア間隔がまあ広がるかなっていう感じなんですけど。でね、実車の方の、小田急8000系も、まあこういうふうにね、ドアのみ黒くなってるんで、まあいいかなと思います、正直俺としては。一応ね、こんな感じで。で、クーラーの方がね、ちょっとこれ取り外しが、ちょっとね、一回先頭車やった時に、ね、取り外しようと思ったんですけど、なかなかちょっとね、取り外すと屋根外してどうこうでね、ちょっとめんどくさいんで、どうしようかなと思ってるんですけど、外せた。外せたんで、一回先に全車外しちゃいましょうかね。すみません、ちょっとグダグダになってしまって、いつも。一番最初にやった、先頭車のね、クーラーもう車体につけたままね、塗装しちゃったんで、これもね、なんか爪。差し込めば簡単に取れるみたいなんでね、このまま取っていっちゃいたいと思います。先に前車。で、先に、すみません、クーラー後にして、先に中間車ね、終わらしたいと思います。屋根が外れたぞ、今。まあ、正直ね、うち、小田急はね、そんな、車両数持ってないんで、で、あとね、うちにある小田急って言ったら、まあ、5000系、とあとはまあ9000系のね何本かになってしまうんで、まあそんなにね小田急はないんですけど、あとはロマンスカーの3100系が何本かな ?2 本ぐらいか。あるんで、まあそれになっちゃうんでね。まあ、今回は8000系っていうリクエストがちょうど来たんで、よかったかなと思います。まあ、多分その人はね、グリーンマックスの新しいロット買ったっつってたんで、多分あれかな?つい最近出た、編成番号が確定されたやつと確定されたやつだと思うんですけどね。まあ俺はね、正直、撮影費の方に回しちゃうんでね、あんまり、まあ、持ってる車両はね、基本的に何本も買わないんでね、これ2本目なんですけど。あ、まあ、マイクレスは、グリーンマックスの1本目ですけど。じゃあね、ちょっと行きたいと思います。ちょっとね、本当ね、光の加減でね、見にくかったりするんでね、本当ちょっと申し訳ないですね。
な感じかな。でとりあえずこんな感じで、中間車は OK です。まあ可動性と違ってね、ドアに刺すだけなのがちょっと簡単ですね、こっちの方が。光のピント調節しながらだとね、ちょっと大変なんでね。あ、そうだ、あれ使おう。ちょっと待ちください。これ使っちゃおう。絶対にね、危ないんでね、皆さんはね、あんまり真似しないように、絶対真似しないように。普通にね、俺がいつも撮影で使ってるね、スマホスタンドを使ってね、やっちゃおうかなと思うんです。この方がね、多分見やすいと思うんでね、視聴者さんも。光当たるとかあったらね、これちょっと近づけまして、でもね、ちょっとつけていきたいと思います。左手でつけるところ、ね、ここの方が楽だな。ちょっと今ブレちゃったんですけどね、まあ一応こんな風に、まあ、これでね大丈夫かなと思います。ではね、クーラーの方に行きたいと思います。一応ね、クーラーの方は、側面のね、この2箇所と、片側2箇所のね、両側4箇所と、で、あとね、上の頭上2箇所しか一応塗れると思わなかったんで、ちょっと塗ってないんですけど、もうピントが合わないんですね。すいませんね。まあ一応こういう感じでね、頭上2箇所と片側2箇所ずつのね、計6箇所塗ってるんで、まあ一応ね、そういう感じでやっていきたいと思います。まあ今回このクーラーね、塗る部分が、まあちょっと、でかいんでね、正直結構塗りやすいかなと思います。個人的に俺の意見として。で、ちょっとピント待ったんでね、さっさとやっていきたいと思います。で、まず片側から。これね、下側から上にスーってやる風にね、こうやって塗料が馴染むんで出過ぎた、この野郎。失敗したな。で、反対片側も。まあこういう風にね、やればね、また塗料ついた。最悪。でね、上は正直一回塗ってからもう一回ね、塗り直した方がいいかなと思います。プーってやるとね、こういう風に一回でね、塗料がだいぶ減っちゃうんで、まあ2、3回に分けて塗るとね、まあ、ちょっと画面上であれなんですけど、まあ、ね、塗りムラがね、ないようにすればいいかなと思います。まあ、こういう風に。で、まあ、反対側もね、同じように。まあ、後でね、この、ちょっとね、クーラーがこれ正直、頭上からの画像がちょっと見当たらなかったんで、ほんと探せばいいんですけど、てか撮影しに行けばいいんですけど、登戸までいかんせん遠いんでね、まあ、近、遠くはないですけど、まあ、一回綱島からムサコ出なきゃいけないんでね、っていう感じなんだよね。これもしかして頭上塗らねえパターンか。意外と側面塗られてるってか、黒いね、画像多いんですけど、いかんせん上からの写真撮影感がないんで、ちょっとお待ちくださいね。ないな。お、あったあった。まあ、ここだけしか黒く塗られてないんでね、ちょっと流れちゃった部分はね、後で落としたいと思います、一緒にね。ではね、こっちの2箇所、やっていきたいと思います。ほんとね、手すげえ汚れたな、うざ。あ、ほんとはピンセットかなんか持っていないんですけどね、もう素手の方がね、早いんでね。もう俺はもうめんどくせえって言うでね、素手でやっちゃってね。やってますよね。こういうふうにね、2個目も、どんどんいきますと。まあ、多めに流れてもね、後で塗料なんか落ちるんでね。溶剤使えば。まあ、これでね、ツヤが、つかそんなね、塗りムラがないふうに、ね、なったんでいいかなと思います。ではね、一応反対側もね、塗っていきたいと思います。グリーンマックス製はね、マイクロ S と違って、結構ね、クーラーとかが取り外しできるっていうところがね、結構良点だとしたらいいと思うんだよね。正直言っちゃうと、ちょっと待ってくださいね、失敗したんだよね。
問題そんなないな。反対側もね、やっていきたいと思います。まあ、一応こんな感じでね、乾くのを待っていきたいなと思います。ね、どんどんやっていきたいと思います。すいませんね、おみぐし冷蔵ノーカットでね、ほんと。まあ、いかんせんパソコン使ってね、編集等してないんで、俺他の YouTuber さんと違って。まあ、だから多分音声も聞き取りづらいところに多々あると思うんでね、ほんと申し訳ないです。こんな感じかな。なんかね、シーンってやってるとね、結構つまんないんですよね、これ。もうこれぐらいで大丈夫かな。クーラー違うんだ、これだけ。うわ、真ん中か。もしかしたらね、持ち方変えなきゃいけないかも。で、なんかね、中間車の、パンタグラフよりか。ちょっとクーラーがね、違うんでね。まあ、やり方同じですがね、ちょっと気をつけてください。今、一瞬ね、間違えて塗ろうとしちゃったんで、ね。まあ、こんな感じぐらいですかね。こんな感じでね、いいかなと思います。本当にね、このタブレット、ピント調節がね、に合わないんで、うまく。やったった。まあ、ちょっと今回ね、漏れすぎちゃったんですけど、まあ、後でね、落とす動画も別に出すんでね、ご視聴ください。多分、落とす動画と片側撮る動画ね、多分尺長いですけど、一本にしちゃおうかなと思います。まあ、一応こんな感じでね、クーラーの方はね、大丈夫かなと思います。ではね、また2、3日、冷やし鉄が、まあ、乾かして、あら、別にね、このドア塗装落として、で、反対側のね、塗装に入りたいと思いますんで、ちょっとね、小田急編のこのシリーズね、一旦、おや、最悪。ちょっとお待ちくださいね。一旦ね、この辺でね、小田急編ちょっとお待ちください。まあ、一旦今ね、色差ししてるのが、撮影用が2本と私物用が1本の計3本あるんで、まあ、今これで4本目になってしまうんで、まあマイクロ S 用ね、ちょっと、まあ、川崎開催あたりからね、作業になるんで、多分8月、まあ完成するのはね、9月頃になるかなと正直思いますんでね、ちょっとお待ちください。申し訳ございません。まあ一応ね、今回色差しした小田急は、まあ一応こんな感じに、ね、なります。で、運転席部分はね、運転席部分ですか。前面のね、貫通扉部分はね、一応こんな感じにしております。
まあ、ちょっとね、実写とだいぶ似つかなくなってしまったんでね。まあ、一応、まあ、なんかあればね、落として、まあ、塗料落ちちゃった場合はね、廃車にするか、水 しかなくなっちゃうんでね。まあ、ちょっと気をつけていきたいなと思います。まあ、一応今回はね、この辺で終わりにしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。